私はインドネシアのバリに派遣されました。4ヶ月半いました。もともと海外にすごい興味があって、海外に行くときに日本のことを伝えたいなっていうふうに思ったので、はい、日本語教師を考えてました。不安でした。というのも東南アジアに全く縁がなかったので、まずどういう国かもわからなかったので、そういうところから勉強するところから始めたんですけれども、新しいことを知るのも自分自身が好きだったので、はい、よかったです。はい、派遣前に1ヶ月間研修センターで研修がありました。で、午前中は、語学のクラスで、午後は日本語教育についてと、あとインドネシアについて、派遣国について勉強しました。語学は少人数のクラスで、レベルごとに分けて勉強することができましたので、はい、とても楽しかったです。現地の、国立の高校に派遣されました。そこで、日本語、現地の日本語の先生のアシスタントとして授業に入っていました。授業では、会話のモデルですとか発話のモデルをしてました。となるべくインドネシア語とか、あとはバリ語も彼らは話しましたから、バリ語を覚えるようにして、もう覚えた単語をすぐ使って、であと授業でもやっぱり自己紹介の時にバリ語を話せますかという質問を受けたりもするので、なるべく覚えたものはインドネシア語でもとりあえず使ってみて、私も頑張ってるからみんなも頑張ってねっていう形で、はい、授業をしてました。具体的にどういうことがあったかっていうのはなかなか言葉にしづらいんですけれども、やっぱり帰国前と後では性格が変わったよねって周りの方から言われることも多くなりましたし、何かその突発的な事象が起こったことに対しても、まあ、なんとかなるだろうっていう心持ちで対応できるようになりました。その前はもう本当に完璧にいろいろ物事を済ませたいと思いましたし、段取りを自分なりに作ってやらないとちょっとダメな性分だったんですけれども、向こうに行ってる間にいろんな物事が直前に知らされて、作業時間もほとんどない中でやらなきゃいけなかったので、そういう意味では何が起こってもある程度、まあ、なんとかなるだろうという感じになりました。はい、よかったです。また、はい、また参加したいなと思うぐらいです。インドネシア4期の宮田です。現地の子どもたちや先生方も、日本人や日本の文化についてとても興味を持っています。ぜひ、あなたが一歩を踏み出すことによって日本についてより多く、伝えることができると思いますから、ぜひ皆さんの参加をお待ちしています。